建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村真理です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしておりますが、今日はね、はい、収録なんです。そうですね、今日はね、体育の日ですね。体育の日はね、はい、あの10月13日、はい、体育の日ということで、前の週6日の日に、はい、収録をさせていただいております。はい、はい、ですから今まだ台風一過でねっていう頃やね、はい、そうなんです。でも13日いうことはあれ、あの運動会とかやってるのかな。ちょうど運動会やってるんちゃいます、体育の日なんで。そうやね、はい、で昔よく考え前倒しもしてますけどね、うん、もうなんか終わったとこもあると思うけどね。そうですね、はい、で昔ほらあの10月10日に決まってたよ、体育の日。そう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 、ね、であれってね、ずっと統計取って、はい、晴れが一番多い日が10月10日やってんて、年間で。そうなんですか、うん、で体育の日に運動会するやろうということで、はい、10月10日に設定しはったんやって、一番最初に、はい、で今ほらハッピーマンデー法でその日が動くじゃないですか、連休なるように ね動くじゃないですか、はい、なひょっとしたら13日雨かもわからへんよ、これほんまです ね、 ねえ、だからなんかね、あの何でもそういうふうに都合のように都合のように変えんやけど、はい、変えへん日もあってええんちゃうかと僕はすごい思うね。例えば改正やったらいいですね、うん、ですよね、はい、で13日ですけれども、はい、僕、まあ、収録してるけどね、はい、11日12日っていうのは、はい、京都造形芸術大学で講義をしております。はい、あら先生してますか。そうす、だからほんまにこれが生やったら、はい、今日バテバテやばう。あ、そうなんですか。そうそう、まあ、元気やけどね、はい、6日の収録やしね、はい、だけどね、講義ってね、はい、ものすごく疲れるんだよ。なんか喋るの好きやろうし、まあ、楽しいんかな。好き嫌い、楽しい、楽しくないとは言わへんけど、はい、まあ、採点までするわけですよ。あ、そっか、うん、でもう結構ね、終わったらね、はい、もう8時ぐらいかな、夜の、はい、でも結構帰ったらもうバタッと寝てますね。あ、はい、そうですか、はい、はい、ということでこの番組は伊賀の浅田建築株式会社 BA の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。コーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、本日のゲストをご紹介いたします。はい、生活デザイン研究室の武田克美さんにお越しいただいております。はい、武田さんこんにちは。こんにちは、はい、こんにちは、よろしくお願いします。武田さんはですね、はい、もうちょっとシャキッとして言いますけど、どうしたんですか。実は私ワコール時代のですね、はい、先輩でございます。あ、先輩、はい、だからもうちゃんと背筋伸ばして立って迎えなあかんぐらいで、まあ、ワコール宣伝部っていうところに僕、はい、入社したんですけどね、はい、でその時にコピーライターでしたよね。コピーライターとして先輩でやったんです。かっこいい。かっこいいですよ。はい、いや今でもかっこいいけど ね、はい、で今生活ね、生活デザイン研究所っていうのを自分でね、まあ、主催されててね、はい、でそれがね、先々週やったかな、たまちゃんのオープニングでばったりおったんです。あら、事務所、あれなんで来たかったんですか、たまちゃんとところに。島田さんが、あ、まあ、この島田さんというデザイナーがいるんですけどね、まあ、はいはい、いうことで、はい、だって一緒についていくわってなんかそんな感じやったんで、そのまあ、たまちゃんはうちの元社員ですからね、はい、まあ、僕は当然まあ、遅刻はしたんですけれども、まあ、ゴルフやったんでね、遅刻はしたんですけど、はい、行ったんですよ、はい、武田さんに会って、はい、でも何年ぶりですかみたいな。もう富士兄からしたら嬉しい回ですね、うん、そうですね、久しぶりの人がいっぱい会えて、そう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 、あ、よかったですよ、もう、もうめちゃくちゃ酔っ払ってましたけどね。誰の回やろほんまやね、はい、いや、でね、今やってはることでマーケティングをやったんですよね、はい、そうですね、はい、で、なんかちらっと聞いたんですけど、まあ、中小企業さんの、はい、なんですか、その
仕事というか企業 の, そのマーケティングやってもうちょっと売れるようにしようとかっていうことですかね。はい、できて、商品やろうって持ってやるわけです。商品先作っちゃう、はいはい、でね、売れへん、売れへんね、はい、どうして売ったらいい、はいはい、ちょっと売る前に売る人誰か考えないと順番が逆やと、はい、いうようなことも結構あるんですね。多いですよね、そういうのね。それと自分のところでやってはることでもどっぷり使ってるとね、いい面とかね、見えにくい部分、はい、もう持ってはんねんけど、そう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 、でそれをこう引き出してあげるみたいな、そういうのも仕事の一つですよね。で以前は物のない時代はプロダクトアウトって言ってね、さっき物作ってこれどうやねんって言ったら売れたんです。で今マーケティングインって言って物作る前に何が売れるかを調査して、でこれが売れそうやっていうものを作るっていう時代に変わってきてるんですよね。どの層の人に向けとか考えるってことですか。そうです、そうです、コンセプトとか、うん、それとまあ生産量もありますよね。うーん、量の問題って結構あって、はい、作りすぎてもあかんみたいな、うん、で作らんすぎても、まあ、売り上げいかへんみたいなとこあるじゃないですか、はいはいはい、それが微妙やね、難しいですよ ね、 その適量生産、ね、メーカーにとったらね、それが一番問題、問題ですよね。で在庫型になってもあかんしね。そうですね、うん、難しいね。その辺をまあアドバイスされてる、うん、だからもともとそのワコールに出た時の、あ、いらっしゃった時の、いらっしゃった時の、まあノウハウみたいなものをその中小企業さんに生かそうというようなお仕事ですね。宣伝部は僕10年ぐらいしかいなかった。あ、そうですか、はい、あとはそのマーケティングの事業企画とか営業企画とかね、売り場開発とかね、そういうのをずっとこう担当してきたから、まあまあそういうのをね、お役に立つんやったら、はい、生かしたいな。なるほどね、なるほど、やっぱり結構役に立つと思いますよ。その、はい、僕もその勤めたのはワコールしかないんで、はい、それ以外の会社知らないんですけど、はい、やっぱり中小企業さんとお付き合いすると宣伝部的なところないんですよ、うん、でその事業企画的な部署もないんですよ、はい、ないですね、全部社長がやってるから、ね、そうなんですよ、だから勘なんですよね、はい、ほぼほぼ、だからもうちょっとなんか調べた方がいいじゃないですかみたいなことですよねね、それとワコールみたいな場合っていうのはもう宣伝予算って先にありき、そうですね、でそれをどういうふうに使うかでしょう、はい、で中小企業さんはそれがゼロからスタート、そうですね、はい、だからスタンスが全然こう違う、そうですよね、だから毎年テレビ広告打てないですからね中小企業がね、無理ですね、だからワコールはもうね、はい、春は、まあ、大体ブラジャー、ね、で秋はガードルって決まってましたけどね、ボトム感でね、大体もうだから予算があるんで、何億っていう予算があるんでね、はい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 、それを考えるっていうのが我々の仕事でしたけどね。素晴らしい、うん、で今なんか京都産業21でもなんかコーディネーターされてるっていうことですけども、うん、はい、経営人材育成とね、イノベーションのコーディネーターをしてます。あ、それは何ですか、中小企業さんがそこにも行かれるということですか。そうです、そうです、中小企業さんの支援機関、あ、そうなんですね、ですから、うん、京都産業21ってそういうとこやったんですね。そう、うん、はい、で、はいはいはい、そこにまあ中小企業さん来られて、うん、いろんなまあ問題を持ってこられる、はい、でこういう支援はないかっていう来られるん で、うん、であそれぞれ、まあ、担当を決めてやらせてもらってるというやつですね、はい、京都風ですか、 C ですか。京都風です。京都風なんですね。え、風のということは丹後とかの人も来るということですか。それはね、北部っていうのまだ別にあるんですか。秘書があるんですね。だいたいな、武田さんが担当したのは京都市内ぐらいの方、市内、うん、南の方もあるんですけどね、はい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 、これは、まあ、テリトリーがね、なるほど、いろいろ、よう聞くけど初めて知りました僕もなんかようそこの人でみんな集まってはるなとか誰々さん行ってるなとか知ってたぐらいで、ね、いろんな人がね出入りしてるから、はい、何のとこかはあんまり知らなかったです、はい、いや僕もあんまり知らんで申し訳ない。それともう一つは文教大学で、はい、講義を持ってられるらしいです。あらららららら、すごいね、すごいですよね、うん、はい、もともと文教大でしたっけ、うん、大阪学院大学の短大の方に4年、はいはいはい、いたんですよね、はいはい、それも週1回だけ、はいはい、で後 の、 日は商工会議室のお手伝いとかね、はい、してたっていう。でちょうど2年前から文教大学で、はい、やらせてもらって、何を教えてはるんですか。もね、ね、うん、まあ、元々は大阪学院はマーケティング関係、はいはい、でファッションマーケティングとか、はいはい、そのマーチャンダイジングとかこうやってたんですけどね、はいはい、で文教大はね、実践教育科目って言って、実践教育科目、うん、はい、要は大学でいろんな理論理屈の部分だけじゃなくて、はい、もう少しその社会へ出た時の、はい、その橋渡しになるような
こともちょっと考えようというね、はいはい、学問ではなくて、うんうん、実践に近いことを教えてあげようと。そうです、武田さんとか実践やってきはった人やから、うん、なんかまあ僕はねそういう実務関係が多かった、うんうん、なるほどね、はい、だから大学ってあの学者さんが結構やはるんで、はい、あの大学の先生の通り聞いてるとあらっていう時ありますからね、はい、から建築もそうですわ、はい、あのほとんどあの実践やったことない人が教えてることがあるんでね、あるんですよ、ほならあのえせやけどなみたいなのがあるし、僕らもめちゃくちゃ実践じゃないですか、はい、だから僕の話は生徒さんよく聞いてくれる、生身ですわ、うん、僕やってるのはね、うん、だからね、あそうですか、なんかほんでさっきちらっと聞いたんですけど文教大でお店を作るんですか。そう、半年半年のね、はい、テーマ決めてやってて、はい、僕の方からまあそういう提案したら興味の方も OK やということでね、はい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 、でマイショップ作りというのをマイショップ、はいはい、自分でお店を作る、そうそうそう、まあ、企画してみようと。なるほどね、はい、最近若い人は自分でお店作るっていう人多いんで。あ、そうなんですか、あの、はい、京都府のあれで、うん、ソーシャルビジネスの仕事もちょっとお手伝いしてるんですね、はいはいはい、でそこへ来る人って割とそういう人も多いんですね、はい、だからあの大学生の人でもね自分のお店持ちたいなって将来ね、はい、思ってる人たちが多いかもわからんと、はい、っていうことで、まあ、そういうテーマ設定して、あのもう第1回も終わりましたんでね、明日2回目。ああそうなんです。 どこでやるんですか。うん、大学で。大学の中で自分のお店を作っちゃう。うん、そうじゃなくて、まあ、企画ですよ、企画だけ。どんな店をやったら、はい、あのまあ、自分を表現できるかとか、流行る方法はあんのかとか。それはみんな一人ずつが全部提出してくる。だから自分は普通はまあ消費者じゃないですか、はい、で今度は売る側になった時に どんなことを考えるのか、なんか読んでるだけで面白そうですね、うん、だからその、ね、両方の立場がやっぱり必要ですよね、はい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 、だからあの自分自身でも、まあ、僕はキャリアカウンセラーもやってるんですけども、はい、自分自身を客観的にどう見るのか、はい、それ強みと弱みみたいなね、はい、うん、で逆にその売りたいものというのは、はい、こんな人からどういうように見られてるのか、はい、この人からはどういうように見られてるのかっていうことを考えながらね、はい、自分の商品のセレクトとかね、品ぞれのセレクトとかね、売り方なんかを考えていくという、まあ一つのね、そういう事例を自分で味わってみましょうっていう。なるほど。それぞれやるお店の内容が店の内容じゃなく、何屋さんやります、何屋さんやりますもバラバラってことですか。バラバラ、おー、OK、面白い、うん、ただ一人では読めようということで 2,3 人のチーム組んでほしいという。なるほど、うん、そうすることによってね、あのコミュニケーションの取り方も、ね、はいはいはい、学ぶでしょうと。おー面白い、そうです ね、まあ、またその企画から空間になったら読んでください。ほんまですね。多種多様なことをやられて、はい、まあ、マーケティングというの、ね、根幹にやられてる武田さん、ちょっと話尽きないんですけど、ちょっと時間が来てしまいましたので、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは武田さんのリクエスト曲に参りたいと思います。あやはさんの水鏡です。
住む人を一番に思い、考え家づくりをする。年数を重ねるごとに味わいを増す家、自然に優しい家、アレルギー対策に注力した家など、美瑛はお客様と同じ気持ちになって理想の住まいへ近づけることを心がけています。生きた木にこだわった京都の工務店、注文住宅やリフォーム増改築など、住まい木造の家のことなら株式会社美瑛まで。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、また恋愛問題やら人生相談にもお答えしちゃうかも、はい、ということで、はい、はい、今日何でも声来てます。あ、来てます、ありがとうございます、はい、ラジオネーム三条小僧さんです。はい、もういつもありがとうございます。本当に、はい、様々ですね。助かりますね。はい、藤兄まりちゃんこんにちは。はい、こんにちは。昔は災難は忘れた頃にと言っていましたが、はい、最近は災難は毎週やってくる気がします。お前やん、もう毎週やん、ね。はい、亡くなった祖母が、はい、京都は千年以上も都のあった場所、そうそうそう、滅多なことでは大丈夫と言っていたのを思い出しますが、ね、京都市内でも昨年嵐山が水害に遭いました。そうですよね、まあ、中之島ですけどね。そうですね、これから紅葉のシーズンを迎え、はい、景観条例も大切ですが、はい、安心して暮らせるよう、はい、より一層防災に力を入れてもらいたいと思いました。ね、うん、ということですね。まあまあ、あの景観条例の意味と、はい、まあ、防災というのはまた全然違う部署だと思いますけどね。はい、まあ、僕もこれ母親から聞いたことがあって、はい、往生の地というらしいですね、京都って。往生の地って言って、はい、まあ、災害が起きにくい、そうですね、っていうふうに、はい、母親が言ってました。はい、母親の、まあ、おばあちゃんですね、はい、が言ってたということで、で、まあ、京都は災害があらへんねんって言ってましたけど、はい、もう最近そうじゃないもんね。はい、やっぱり僕なんかほんま怖いと思うのはね、水怖いね。水怖いです ね、うん、ね、私ら市内ど真ん中やけど、こ20-30センチ水埋まったりしてましたし ね、はい、でなんか以前ってね、はい、まあ、建築やってると火事が怖かったんですよ。はい、火事がね、だから引いて怖いなって、もう引いて怖いなってずっと思ったけど、はい、最近建材が良くなって、はい、カーテンも何でも燃えないじゃないですか。あ、はい、うん、だから火事がね非常にガスも勝手に止まりますし、ね、そう、ね、IH ヒーターになったりしてね、はい、火がなくなったりして、はい、で、まあ、ガスがちょっと減ってきてて、はい、オール電化になってきたら火がないじゃないですか。はい、だからね、火事が減ってきてはええんやけど、水怖いね。水怖いです ね、だから道路が川になったりね、結構みんなね、うん、大丈夫やろって、ちょっとしたもそんな目に手に取って救えるようなもんやし大丈夫やろ思ってあるけど、これがパワフルになってくるから、そう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 、なんかね、なんか水で命を落とすっていうのがイメージが、うん、なかったんやけど、はい、この頃もその水で命を落とすちゃうかなって当たり前思いになってきて、ね、怖いね。だから、はい、なんかね、やっぱり設計基準というかね、はい、そういうものちょっと考えなあかんなと思うのは、はい、いや、ほんまはね、都市計画で解決せなあかん問題なんですよ、はい、土木で、はい、川を直すとか、はい、例えば下水管を太くするとかね、はい、まあ、そういう土木の話なんですけど、はい、こんなもん1年2年でできる話しごて、はい、もう下手したら100年かかる計画なんで、まあ、我々の自己防衛ですよね。はい、で、もう少しこう研究家もいろんなこと研究しながらですけれども、はい、まあ、大雨が降った時にね、例えば床上浸水せえへん方法ないかなとか、はい、というの大きさなんとかならんかとか、はい、まあ、言うたら屋根の大屋根の面積ですね、はい、当然大屋根の面積が大きいと、というの負担大きくなりますから、はい、壊りにできひんだとか、いろんなことね考えて設計すなあかん時代にね、そろそろ来たなと。ね、前も言ったんだけど、というが足りないんでしょ、うん、足りないです。前の要するにその、決まった量、なんていうんですかこれ、U の字型というか ね、はい、というね、取れ溢れちゃうんですよ、四角になったりだって。で僕が角度、はい、角度いうのが深いんで、はい、ね、角度いうとかもう少しちょっと深い問いがあるので、はい、それをつけたり、もう建築的に大きな、はい、まあ、ちょっと内取りなんですけど、はい、作ってしもたりね、うん、割とその問いはつけないというか、うん、壊れちゃうんですよ。はい、うん、で縦取りたでしょ、あれ今言ってるのは横取りやけど、はい、縦取りたでしょ、はい、縦取りがね間に合わないんですよ。へ、うん、ね、今までの感覚の太さで言っとくと、はい、溢れたりするんですよ。あ、だからもうどんどんね、その一時に降る雨の量が増えてるんで、はい、もう建築怖いですよ、設計するの。それが今年こんなもんや思ってでしょ、ね、来年また変わるかもわからへんし、うん、でどん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 ね、その変わってきてるんで、はい、
あの本当にね、そのどこに照準合わせるのかっていうのがね、はい、すごい難しくなってきてんやけども、まあ、僕らのところも今建築基準法ではないので、はい、あのまあ勘ですけどもね、はい、こうしといた方がええやろう的なことはもう常に研究してやらなあかん時代になりましたね。そうですね、うん、京都もね、うん、お名字が守ってくれると私はずっと思ったんですけどねそれだけでは無理みたいね、お名字だけでは、はい、お名字で無理でしたか、うん、でその景観、さっき言った景観条例も大切で書いてありますけど、はい、その景観条例っていうのを僕も大切だなと思うのは、はい、だいぶ景色変わってきたね、京都変わってきました ね、以前半端のもね、うん、で僕はあの以前ねイタリアが、はい、はい、大型降るった時期があるんですよ、数十年前に、はい、景観条例を、はい、ね、それで、どんな基準かというと、はい、あの街のどこで写真撮っても、はい、イタリアらしく美しい街を作ろうとして、はい、看板を下げたんですよね、はい、でそれやることで観光客が増えたという例が実はあるんです、大昔に、はいはいはい、うん、で京都も、まあオリンピックを控えてですね、はい、今やるのは僕は正解と思います、はい、で京都もやっぱり京都らしい写真がどこでも撮れるという街に変わっていけば、はい、東京に来た人がねオリンピックに、はい、必ずまあ京都に寄っていただけると寄ってくれますよね、その人たちがまた国帰って風潮してくれはって、はい、京都って美しい街ですよっていうことがあれば、はい、また観光客さんが来てくれはるんでね、もういいスパイラルになったらいいなと、はい、ね、だから僕、まあ、ちょっとね店主はすごい怒ってます、はい、なんでうちのお金でね、作ったものをうちのお金で下げなあかんねんと、ほんまや、ね、新しいの作ってまた店入らへんかも分からへんないかい、大変や、ものすごく聞いてます、はい、もう行くたんびに飲み屋のお茶を怒って入ります、はいはい、だけどちょっとグローバルに考えていただいて、はい、10年後20年後自分たちの子供の時にね、はい、その京都の街に世界の観光客が来て、はい、ハッピーなんやと、はい、ね、子供のため孫のためにやってんやと、はい、いうことでぜひともね京都を美しい街にしていただきたいと思います、はいはい、じゃあハッピーな街にしていきましょう、はい、ということでこのコーナーでは建築の相談を受付しております、はい、ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 イメールの方が info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です、またお便りもお待ちしておりますのでどしどしお送りください。そうですね、お便りはもう何でも結構です、はい、初めてです、感想でもね、うん、結構ですよ、立教書局でもいいよ、はい、そうですね、もう何でもいいので、はいはい、ぜひぜひ送ってくださいということで、はい、今日はもうお別れの時間が参りました。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村麻里でお送りいたしました。はい、それではまた来週、さよなら。この番組は伊賀の浅田建築株式会社 BA の協力でお送りいたしました。